ニアです。これ何の格好だと思いますか？今日は電車男のイメージの格好してます。こんな感じかな。ニアなりにこういう感じかなと思って用意してみたんですけど、それでは今日のニアのブラジャーとパンティをご紹介します。ブラジャーはこういうブラジャーでーす。全体的にピンク色でこうフリフリがいっぱいついています。早速これを外して詳しくレビューしていきます。外しました。今日はこういうブラジャーです。一番のポイントはリボンが両サイドのカップの上部とあと中央にもリボンがついているのがとっても特徴的です。そしてカップの上半分は白いレースなんですが、下半分はこのグラデーションのシフォンの生地がついています。アンダーの部分もシフォンのレースがこうフリル状に縫製されていて、とってもラブリーなブラジャーです。それではパンティーもご紹介します。はい、脱ぎました。パンティーもフリルがふんだんに使われています。そして中央にはブラジャーとお揃いのリボン、正面の部分もシフォンのレースと生地がたくさん使われています。このパンティ後ろ側にもレースがついていてとっても可愛いです。それでは今日は電車男の方でニアの今日のブラジャーとパンティをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッと押していただけたら嬉しいです。またニアのファンクラブファンティアオンリーファンズ、こちらも楽しい動画をたくさん投稿してますので、ぜひ遊びに来てください。それではニアでした。バイバーイ。